神丹は、五代十国から北曹にかけての同志。しばしば千人とみなされる。字は都難。自ら不要詞を合したが、北曹の大層が、金先生の合を送ったため、陳キとも呼ばれる。眠仙のあだ名もある。死人数、唐栗数、埋葬法といった先日の創始者に固くされている。創始巻457、陰逸列伝上に、 陳貸の略歴が見られるほか、様々な書物に言及があるが、信頼できる記述は少ない。創氏によると、陳貸は白州新元県の出身であったという。ただしこの地は、老子の出身地とされる道教の聖地であり、深いかもしれない。歴世新鮮対道津岩巻47には、広州、高志願県の人とも言うが、これは後に陰性したところだろうと言っている。 書物は一度読んだだけで暗記でき、高等の長高年間に紳士の試験を受けたが、落第したため、その後は関東を目指さず武藤山に陰性し、後に火山の雲大館、および小火山の石室に移った。食事は火に酒を数杯飲むだけであった。また一度寝ると百日以上起きなかった。甲州の清掃が、宮中に陳炭を召し、官気大部に取り立てようとしたが、 賃ンは孤辞して受けなかった。大化紀伊によると、清掃は賃ンに白雲先生の語を与えた。北宗の大僧は賃ンに学ぼうとしたが、自分は皇帝を教えるような術は持っていないと言って断った。大僧は賃ンに紀伊先生の語を与え、多くの贈り物をした。丹ク抜き川元年に弟子に命じて火山の長長谷に石室を作らせた。 翌年7月に、石室が完成すると、陳丹は、自分は、今月22日に、レンゲ法の下の蝶々谷で死ぬという意味の上、標文をしたため、その通りに死んだ。大化啓氏も同じ話を載せるが、去年を118歳とする。陳丹は、液を好み、指玄編81章を表した。他に、未不宮玄、茅野州。 釣りふかじゅうおよび歌六百欲美を残した。他人が思っていることを言い当てたり、遠くの場所で起きた出来事を知ることができたという。ジンタンは有名な同志であったため、その著作と伝えるものは、多くが、後世の家宅である。宗主芸文史によると、駅リ図ズという著作があった。今は、図は残らず、序文のみが、リ図序の台で、校長文館巻八十五に収められている。 南宋の主神、環定駅伝によると、陳丹は、先天図をおっぱなしに伝え、おっぱなしは、僕おさむに伝えた。おっぱなしはまたカトラクショを伝え、僕おさむは、対局図を、周東医に伝えたという。仏祖陶器によると、陳丹は毎同社に駅を学び、聖域新法十二章に中をつけ、三三の魔法陣としてのカトラクショを示した。風間は、乾燥術の書で、 自家最初6階台に、キー先生風管、通詞芸文略や、創始芸文詞では、人林風管の台で見える。玉間昇進曲などの感想書の中に収められて残っている。指原編は現存しないが、収益三度ちぎり発揮に引用されて、部分的に残っている。ありがとうございます。